学習を始める前に一旦音読を1分2分やりなさいと、うん、記憶力のテストなんかすると大体2割ぐらいは点数上がります。そんな上がるのか。はい、火を見てる時って前頭前野すごく働くんですよ。えこれも実験で証明はあってます。このXブレインですかね、うん、これそのいろいろ使い方どうしたら面白いのかなと思って考えてたんですけど、先生いろいろ本に書いてくださってた中で、その例えば一回何かやる前にこれつけて前頭前野が活性化してるやつをやればいいんじゃないかみたいな、うん、あの話をされてました、ま、というかですね、まず基本的な知識として、はい、何かを学ぼうとするときに、うん、学ぶ前に一旦全力で脳をガーッと働かせると、これ 1,2 分で十分です、はいはい、働かせると子どもたちで言うと1時間から2時間ぐらいは集中力が高まった状態を維持しやすいんです。でこれは例えば学校教育で100マス計算って聞いたことありますよ、はい、あります、うん、あれシコ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 計算するんですけど、6年生とか中学生にもやらせるんですけど、うんうんうん、それがまさに彼ら意図せずその我々の理論を使っていたんですけども、うん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 、あれってスピードを意識させますよね、うんうんうん、でスピードを意識すると音読を速くするっていうのと一緒で、その何かを速くすることによって脳がすごく活性化するんです、うんうんうん、で100マス計算の効果って何かというと数的感覚なんてつきはしません。あんなもん言ってもですね、まあ、あの学年の低い子たちは足し算引き算とか理解できますけど、うんうん、中学生にやらせたって意味なんかないわけです。でもその1次元目と2次元目集中力が高まって授業がうまく成立するってことをあれら現場で見つけていて、でこれは応用可能です。確かに、うん、それってさっきの話とつながりますけど、要は1回脳を拡張させるというか、一回バーッと全体がバーッとこう温まった状態で何かをやるとやりやすいよってことですね、うん、体でいうと準備運動のイメージですね。でそれが、まあ、例えば音読であれば我々のデータからしてもほとんどの人が前頭前野含めて脳をいっぱい働かせてくれるので、うん、例えばお勧めしているのは学習を始める前に一旦音読を1分2分やりなさいと、うんうん、でそれで脳をしっかり働かせた後にその学習をすると普段よりも効率上がりますよ、うん、それは確実ですって話をします、うん、あの記憶力のテストなんかすると大体2割ぐらいは点数上がります、うん、そんな上がるのか、はい、すごいですね。ですね。でただでこういった装置を使うののいいところは、音読だけじゃなくても何か本当に脳が使われているかどうか、これを装置を使うと目で見て分かりますから、確かにこれを使ってつけておいて自分の好きなこと最初に何かやって、うん、わあ働いたわいっていうのを確認したら取って勉強をしこしこやってもらうというのが一つの方法、うん、それからもう一つはこれも最初の方で話しましたけど、学習が成立する人としない人の差は前頭前野が使われているかどうか、はいはいはい、ってことは勉強中にこれつけてもらうと今自分が勉強しながら前頭前野が働いてくれているかってことが分かります、うん、働いてくれていればその勉強は間違いなく自分の身につく、うん、でも働いていなかったら、うん、そのまま続けても時間の無駄にしかならない、うん、なんでやり方少し変えるということを自分でしていくということで、その自分なりのそのベストの勉強方法っていうのもこれを使うと見つけることができます。いやこれ本当に面白くて、その先生今おっしゃったように、なんかこう例えば英語の本を読むときもどういう意味なんだろうって考えてるときとか、難しい問題解くときとかもそうだし、ちょっと何個か単語を覚えようとかってときもいきなりクーンって赤くなったりするときがあるんですよ。不思議なんですけど、やっぱこういうときに使ってんだと思って、普通に例えばぼーっとしてるなっていうときに今言ったようにこれをつけてこう高まったっていうのが確認できたら、もう今度はこれつけなくてもその感覚が分かってればね、今この瞬間自分は賢くなってるみたいな感覚が持てるってことですもんね。でそれがずっとそのままいくかどうか分からないんで、時々キャリブレーションで例えば週1とかでチェックしてくれって話はしてるんですけども、うん、まあ、どういう勉強のパターンの中だけでなくても、例えば使った子どもたちから話を聞くと、勉強するときに机の前で整理整頓すると働きやすい、はい、でごちゃごちゃ物があると働かないっていうことを測定しながら見つけて、で自分の勉強のルーティーンとして勉強するときだけ机の周りきれいにして、で勉強するっていうことをしている子たちもいます、うん、学問としての実験ではないですけど、でもやっぱこう自分なりの勉強法を見つけるってときに、やっぱそれなりに自分自身を実験しながら勉強するわけじゃないですか。その時にこういうのつけて、これこういう時に自分は活性化してるんだ、良くなってるんだってことが分かると、うん、自分にとっての最善の勉強法みたいなのが見つけやすいですよね。そうです。
そのためのツールとしては使えます。すごいいいなと思って、なんか商品の宣伝みたいになっちゃうけどこれ本当にいいと思って、この説明をしてたらね、僕の周りの生徒たちはみんな買うって言ってましたけど毎度ありがとうございますスマホ買うぐらいならこれ買えって言ってますけどねお話変わるんですけど、全然あの焚き火をね毎月やってるんです。そのゲームばっかりやってる連中を連れて行ってですね、焚き火やったりするんですけど、なんかそのさっき先生言いましたけど、その環境によって全然人が変わるって言ってましたけど、本当になんか自然環境の中で焚き火したり川遊びしたりしてから学習に行くっていうにプログラムを組むと、なんか全然勉強しなかった子が突然スーッとこう集中したりするんですよね、うん。いいこと一つ教えてもらいましょうか。火を見てるときって前頭前野すごく働くんですよ。え、もう実験で証明終わってます。やばいじゃん、次先生焚き火会僕トロトロために来なきゃいけないわ本当ですか。はい、それはまあ大阪ガスと行って共同研究で、はいはいはい、見ました、うん、はい、これで載ってました。はい、はい、そうですね、その火を扱うってやっぱり人しか行わない行為で、予測としてやっぱり人ならではの脳活動がいるに違いないと思ったら案の定でしたね。焚き火だけじゃなくてもガスの火でもよかったんですけど火を見たらそんな効果が、前頭前野動くんだ。はい、だからその後勉強に入れるっていうのはかなり理にかなっていると思います。いやー、衝撃の事実だ、うん。ただ人しか扱わないですからね。確かにそうですよね、うんうん、だそういう人の脳が必要なんですよ、火を扱うっていうのはね。ちょっとだから音読、焚き火の方も進めたいからね、僕はどっちかっていうと正直言ってぜひこれを持ってってください。あ、いや本当です、大丈夫ですか、あいつらこんな近くまでやってるからこれ解けんじゃないのかな焚き火してる時ここに眼鏡もね外してやりたいんですよ、うん、やっぱこう顔に当たることがすごく気持ちがよくて、はい、ここに来てるんですね、うん、きっと、はい、いやそれは面白いな、はい、サービスカットでした、はい、ありがとうございました